にちは。こんにちは。さあ、田尾さん、はい、監督で、うん、まあ、楽天の監督やられましたけど、はいはい、監督によって野球の見方が変わったっていうことはありますか？なんか景色が、野球の景色が全く変わったってことは。ガラッと変わりましたね。変わった。ガラッと変わりました。まあ、それまでは解説者されてましたよね、はい、一緒にこう、はいはい、やってましたね、いろいろやってて、はいはい、田尾さん監督やるんで、うん、ああ、よかったなって。基本的に、はい、あの目線がやっぱり選手目線なんですよ、監督やるまで、はいはいはい、やるまでは、はい、やっぱ選手側の目線でいろんなものを見る、はいはい、だから解説者をしてても、まあ、どちらかというと選手目線でいろんなことを考えてたけれども、あのいざ監督をやってみて、ああ、やっぱ監督はいろいろ考えてやるから、自分が選手でやってる時は頭くるなっていう監督もいたけど、はい、あ、その時こういう考えがあったんだなとかね、そういうのがある程度理解できるようになったのと、はいはい、それとあの選手、それで解説者、この2つの仕事をしている時っていうのは、まあ、ある意味数字で結果を残さないといけないとか、うん、まあ、解説者はそこまで数字は出ないけども、あのやっぱり毎年新しい人が来て、はい、やっぱりなんかやっぱり評価してもらわないといけないかなっていうようなものは感じてたんだけど、監督になって、特にまあ弱いチームの監督を引き受けて、まあ楽天の初代ですもんね、うん、あの時にやっぱり自分で感じたのは、もう自分が他人からどう評価されようなんていう意識がそこで吹っ飛んじゃった。だから何を言われようが全く怖くなかったし、それよりもやっぱり自分が受け持った選手、裏方、この人たちにやっぱり間違った方向というか、まあ、幸せな方向に何とか導けないかなっていうような、あと応援してくださるファンの人たちに何とかいいゲームを見せできないかなとか、そういうことだけをね、うん、考えられるようになったら、もう本当に怖いもんなしになっちゃった。でも勝つしかないじゃないですか、幸せにするとか。勝てないんだよ。いや、僕はあの田尾さんが監督になって、うん、ロッテ戦、うん、行きましたよで、岩隈が勝ってくれたでしょ、3対1でね。で、次の試合も行ったんですよ、はい、26対0で負けた。ひどいなと思って、ね、そうなんですよ。言えば岩隈がスタートじゃなくて、なんか26対0が、うん、なんかスタートのような、そうですね、そんな感じがしたんですよね。やっぱり前年度ローテーションで投げてるピッチャー岩隈しかいなかったからね。そうですね、うん、だから僕はその勝ち選手、まあ、11連敗っていうのが、まあ、4月と8月2回経験したんだけど、その時でもあの選手たちに言ったのは、これいくら負けてもいいんだといくら負けてもいいけど、自分たちの能力を全て発揮してくれっていうね、うん、そこだけはやっぱり守ってくれないと困るんだと。全力疾走とか、うん、できることをやる、うん、それしか今ファンの人たちにお見せできるものはない、うん、だから僕からすると、監督からするとやっぱり自分が受け持った選手たちの能力をフルに発揮して、うん、それでも相手が強かったら負ける、うんうん、例えば小学生が大学生と戦ったらまあ負けるよね、うん、これは極端ですけど、だからだけどそれで一生懸命やってるかどうかっていうのをね、うん、そこが1年目のまあアピールポイントじゃないのかなっていう気持ちでね、うん、そこを選手にはっきり言って、うん、それはやってくれた、うん、だから負けてもしょうがないっていう気持ちでいたし、だから負けたから寝られないとか、うん、体調が悪くなったとかっていうのは全くなかった。だからまあ勝敗というよりも、うん、その姿を大事にしろと。そうです。で、やっぱり自分たちの能力を最大限に、うん、出すような努力をしてくれと。それだけやってくれたら、勝ち負けはその結果としてね、どちらかに転がるんで、うん、またその時の仙台のファンの人たちが温かいね、うん、まあそうですよね、温かい。これはまあ野村さんもね、監督になられて初めてそう感じたと思うんだけど、うん、まあボロボロのゲームでも応援してくれるし、うん、まあ最後まで見てくれる人が多かったし、やじ、うん、がない、やじ、うん、られたこと僕1年間で1回あったかなぐらい、やじ、うん、る人いないんだもん。ああ、そうですか、ね、うん、だからこの人たちにはやっぱりなんとかいいゲームを見せしたいなっていうね、うん、そういう気持ちではいた。まあ監督は誰でもやりたいと思うと思うんですけど、引き受けた理由っていうのは何だったか。引き受けたのは最初でも怖かったでしょ。怖いっていうか、いや意外と怖いもんなしなんだ。ああ、そうですか、うん、だから人に何を、でも勝てると思って引き受けてないでしょ、ね、それはもう全く思ってないですよ、うん、必ず最下位になるんだけど、それもどれぐらいのボロボロの再開になるかなっていうね、うん、メジャーなんかでも新チームができた時必ず再開になるけど、うん、あれでも全球団から補強するからね、うん、そうですね、それでも再開だから、うん、
そうやって考えたらやっぱりオリックスの、まあ、最初25人いいの取られた後の選手からこう分けていくだから、はい、もうすごい弱いだろうなっていうね。うん、まあ、だけどそこでなんか見えてくるものがあるのかなっていうね。でもあの1年間は僕のまあ40数年野球界お世話になった中で一番面白い1年だった。これ監督が引き受けてそのメンバー見るじゃないですか、うん、で最後にこれで大丈夫かっていう景色から最後にはどう変わってました。シーズン1シーズン終わって何が見え出したですか。あ、だから僕は1年目は預かった選手、これでまあどんだけの数字が出るのかな、これはもうしょうがない最初だからね、うん、だけど2年目だからあのオフに向けてもういろいろもう僕はあの手を打ってたんですよ、うんうん、王さんが監督でバレンタイン監督、はい、そこにはあのもう球場内でもうこれ言っていいのかあの余ってる選手僕らが見たら使える、はいはい、そういう選手をもうお願いしてた、うん、もうシーズン中にそれであのこのオフでももしあれだったらいただけませんかということで、だからやっぱりこんな弱いチーム作っちゃいけないっていうね、うん、あのやっぱり長嶋さんにしても王さんにしてもやっぱりプロ野球界はこうやって切磋琢磨しながらレベルアップしている、まあ、そうそうですね、こんな弱いチームが一つあるのは野球界にとって良くない、うん、そういう考えを持ってくれてたんで、うん、協力してあげようっていうようなね、うん、そういう考えでいてくれたんですよ、うん、だからまあ僕がもし2年目やってたらそういう補強がもっと早くできた、うん、だあのそれこそあの広岡さんが2年目 GM になる可能性だったんですよ、はいはい、それは知らない、全然知らないです。広岡さんそんな話はしなかった。今度また聞いておきます。あの夏場に、はい、あの GM に2年目のから GM になる予定だった。2年目の監督をどうするかっていうのを、まあ、球団として考えて、だから広岡さんと一回話をしてくれ、広岡さんが他方で行こうっていうんだったらそれで行こうっていうことで、で僕は話したんですよ。今 6.1 あの1試合点取られて、はいはい、3.5 の得点しかできて、はい、だからその 3.5 を来シーズンじゃあ4点台にできるか、これは僕は絶対自信がありますと、はい、だけど、まあ、打つ方はね、はいはい、伸ばせると、はい、だけど 6.1 の失点を勝負するには4点台にしないといけない。で防御率が 6.1 だったんですか。防御率がだ失点がね1試合平均するとね、うん、はいはい、その 6.1 を4点台にするのは1年台絶対無理だと。それはなかなか厳しいですよね。無理なんです。だからピッチャーってくれないから、どこも。でも野手はちょっと余ってる人たちがいてお願いしてもらえることもあるし、あと指導でバッティングの指導であの打てるようになる自信はあったんで、だからこれはできます。で4点台の得点にはなるけど失点はまだ5点台だろうなっていうね。だからその辺の話もいろいろしてね、あの広岡さんがすごい納得してくれて、で来年やってくれと言ってくれたの。でありがとうございますって言って、さあじゃあまたこのから進もうかと思って、そしたら広岡さんがフロントにあのいろいろ話をしに行って、で広岡さんの構想、それで言うとやっぱりコーチ陣もっとこういうコーチ持ってこないといけない、金がかかって、まあそれはいいコーチを持ってこようとするとね、そこでちょっと球団が止まったわけ、それでちょっと広岡さんの GM ちょっと危ないぞっていう方向で、結局広岡さんもう年齢だし毎日球場来られるの大変でしょうからって肉体的なことを言い出して、それでそれで亡くなっちゃった。それでまあ僕の2年も亡くなったんです。それはタモさんはコーチを切るって言ったから、いや切るんだったら俺も辞めるって言ったんでしょ。そうやってコーチ切るなんて言ってないよ。ああそうですか。コーチは残してる。違うんですよ、球団がコーチを切るから、うん、切ろうとしてたから、うんうん、いやそれ切るんだったら、いや切るとは言ってないですよ。あ切るとは言ってない、言ってないですよ。もう話っていろいろなんか、いやいや、それはあの4月に山下さんとあの駒田を2軍に落とすっていう話、はい、それはやめてくれって言ったんだけど、落とされたんだけどね。だからその人が辞めるって言ったら俺も辞めさせてくれって言ったの、うん、俺がお願いして来てもらった人だから、だからそこをあのそんなあの言ったら扱いされるんだったらちょっとね納得いかない、うん、だからそれだったらもう1人でも辞めるって言ったら俺も辞めさせてくれとは言ったけど、コーチを切るとは向こうも言ってない。あ言ってないですか、うん、コーチはできたら全員残してほしいとはお願いしたけど、はい、うん、いやでも楽天ってなんで1年で監督が、うん、いやだからか、ね、やっぱり三木谷さんパワーなんですよね、うん、やっぱりデーブもそれで苦労したと思うけども、あのやっぱりそこへこういろいろこう意見を挟んでくる、まあ、僕は全く受け入れなかったから、うん、多分向こうからしたら嫌だったんだろうけど、それは嫌でしょうね。嫌だったろうね、俺が全部金出してんだろうって、ね、そうですよね。
や、だから僕の仕事は三木谷さんに野球を好きになってもらいたい、これ大事なのね、うん、だから僕は三木谷さんにはもう僕1年目の監督で不安はいっぱいあるだろうから何でも言ってくてくださいと、僕は受けますから、それで何でもお答えできますから、だけど人を通してはやめてくださいと、必ず曲がってくるんで、だからもう直接何でも言ってくださいと、そしたらもう全部お答えできますからって言って、分かりましたって言ってくれるんだけど来ない、で必ず部下通してくる、なるほどね、うん、だからそこでやっぱりずれる、で僕の意見は向こうには行かないしね、うん、この組織はダメですよって俺言ったの本人に。でもその組織っていうのは改善されつつありますか、うん、ないね。ないですか。ないと思う、悪いけど締めていいですか。はい、いいです、ありがとうございました。